こんにちは、アルチンチャンネルです。今回ですね、トミカのトマス・トミカ08の2018年映画版のトマスを紹介したいと思います。はい、じゃじゃーん、トミカ08の2018年の映画版トマスです。限定版です。はい、メインランドに冒険しているトマスが製鉄所で働いた時の塗装ですね。これが汚れがついている、はい、塗装になってます。はい、お、注意事項です。お、これはトミカですね。はい、これ今回のモデルもベトナム製です。はい、でこれはつながりますね。つなげて遊ぼうって、つながるです。いいですね。はい、連結できます。はい、あとはこっちは、2018年版のトーマスですね。はい、これです。じゃあ開けましょう。はい、開けます。おー、プラスチックを全部外しますね。はい、外して、はい、では箱です。おー、トミカ2008ですね。2018年版のトマスです。はい、じゃあ取り出します。トマスを、はい、どんなトマスですね。1、おお、いいですね、トマスです。はい、はい、じゃじゃーん、2018年映画版のトマスです。おお、ちょっと汚れてますね。はい、車体がちょっとグレーになっています。製鉄所で働いたせいですね。はい、これは水上のトマスです。おお、黒の部分がちょっと灰色グレーになっていますね。顔は一緒ですね。ここの部分は、はい、グレーになって、車体がちょっと汚れてますね。はい、いいですね。はい、限定版のトマスです。おお、はい、映画ではトマスがメインランドに冒険している時です。で、偶然に出会った、見つけた製鉄所で、まあ、いろいろ出来事が発生しました。実験がいいですね。おー、製鉄所働いた時のトマスですね。ちょっと、はい、汚れてが、まあ、工場で働いたので汚れたがついています。おー、でもかわいい。それでもですね、いい、やったー、限定塗装の限定色のトマスが好きです。はい、という、おー、いいですね。はい、映画では、戻ってこないトマスを心配したジェームスがトマス探しに来ました。でもいろいろまたトラブルが出会って、トマスがジェームスを助けています。よくある話ですね。はい、いいですね。お、下見ます。はい、ベトナム製ですね。おー、いいですね、トーマス。はい、かわいい。おー、連結できますね。はい、じゃあでは連結させましょう。おー、じゃじゃん。はい、連結できました。いいですね。はい、こういう感じで、じゃあトーマスを、ジェームスに連結させましょう。はい、トーマスがジェームスを助けに来ました。はい。いいですね。はい、では今からターンテーブルで展示します。はい、トミカの2018年映画版のトーマスです。おー、水上のトーマス、あ、これですね、映画版のトーマス。これ水上のトーマスです。いいですね。水上のトーマスはちょっと体が、汚れてますね。製鉄所で働いたためです。でも可愛い。では今からプチジュラまで展示します。
はい、セイロのプチジラマです。今トーマスとジェンスが仲良く走ってます。いいですね、かわいい。以上です。アルチンチャンでした。今回はトミカのトーマストミカ08の2018年映画版トーマスを紹介しました。お、特別限定です。はい、じゃじゃん。はい、これですね。はい、2018年映画版のトーマスです。ちょっと体が汚れてますね。いいですね、限定品です。おー、はい、じゃじゃん、トーマス見ましょう。はい、おー、2018年映画版トーマスです。ちょっとあの体が汚れてますね、製鉄所で働いたためで。はい、水上のトーマスはこうなってます。黒の部分は、はい、グレーになってますね、灰色。おー、製鉄所の汚れがついてます。体も、はい、こっちがちょっと汚れてます。いいですね、限定版のトーマスは結構いいですね、かわいい。汚れてもかわいいです。はい、映画ではトーマスをジェームスと活躍してジェームスを助けてます。いいですね、ジェームスもかわいい。やったー、おー、トーマスの親友ですね、大冒険した。おー、はい、こういうような限定版、限定版のトーマスをこれからもちょっと集めたいと思います。はい、かわいいですね。では、はい、チャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。